こんにちは、獣医師の藤村です。今回のテーマはですね、ワンちゃん猫ちゃんの、防災グッズですね、リストを、リスト化してもらってですね、日々過ごしてもらえるといいかなと思って動画を、今作っております。それでですね、まず防災グッズっていうのは、結構その今災害って、この動画見てるあなたっていうのは災害が今は起きてない可能性が高いですよね。多分この動画見てる方はおそらくまだその安全な状況下であるから動画見れてると思うんで、なんていうかな、特にそんなにこう今差し迫った危険があるわけではないとは思うんですけども、でもこう災害って突然やってくるもんじゃないですか。だからもういきなり来た時に、何にも用意してないってなると、もう本当なんていうかな、困ってしまうというか、食べ物がないとか、なんかね、ワンちゃん猫ちゃんが逃げてしまったりとか、怪我してしまったりとか、なんか対応できない、不測の事態に対応できないってことになってしまうわけですよね。だからその何か災害っていうのは地震とかですよね。地震とかと、地震とかですね、火事とか、そういう台風とかですね、そういうのって、いつ来るかわからないので、だからペットとかね、自分自身を守るですね、用意しといた方が、その防災グッズはですね、用意しといた方がいいということですね。なので今回防災グッズ、どんなのを用意しておいた方がいいかって解説したいので、ぜひね、最後まで見てもらいつつ、この動画の用意しておいた方がいいものをメモっておいてもらってね、備えておいてもらいたいんですけども、でまず一番大事なものとしてはですね、まず大事なものとしては食事と、水ですね。フードというかな。これは必ずです。用意しておいた方がいいですね。で、少なくとも、大体、5日分ですね。ぐらいは用意しておいた方がいいと。できれば、7日、1週間分ですね。やっぱりその災害が起きて、大体そんな大きな災害が起きて、1日でいろんなことが復活できるとは到底言えないので、僕自身阪神大震災に遭遇してしまってて、ちょうど僕は大学、獣医の大学を受験するために、その前は帝京大学の薬学部ってとこ行ってて、で、獣医になりたいなと思って、途中で辞めて、実家の神戸に帰ってきてですね、受験をしようとした1995年1月戻ってきたんですけど、そこで阪神大震災にあって1週間ぐらい確か水が出なかったんですよね。で、道ももう道路もアスファルトも完全にも寸断されてて、から歩いて麻布大学とかね、受験が確か京都か大阪だかだったあったので、歩いてだいぶ歩いて駅まで行ったりとかして、それで受験したんですけど、水が出ないとか、あとはもう郵便物も届かなくて、受験票も届かないとか言って、だいぶパニックになりましたけども、そういうのもあったので、やっぱり水とか食事は、いやもう特にやっぱ水は大事ですよね。本当に阪神大震災あった時なんかはもう水が一番大事かなとは個人的には思いましたね。水さえあればなんとかなるとは思うんですけど、水が逆いなければトイレも厳しいし、水も飲めないし、顔も洗えないし、もう歯も磨けないし、もう何もできないので、結構水は本当に用意しておいた方がいいと思います。本当1週間分ぐらいはね、水は用意しておいた方がいいですね。今も僕の家もやっぱりそのトイレを流す用の水とかね、
もうそんなんとかを必ず最低1週間は用意しているように、飲む水もそうですね、やっぱ用意して備えてます。とにかく水さえあればなんとかね、なるところはあるので水は用意しましょうと。であと次フードですね。フードに関して言うと、できればそのワンちゃん用とか猫ちゃん用のだとドライフードとかね、カリカリご飯ですね。あとは、まあ、缶詰ですね。ウェットフードですね。ウェットフードは用意しておいた方がいいでしょうね。これもやっぱり5日から1週間分ぐらい。で、普段カリカリの、ね、ドライフード食べてるけど、ウェットフード缶詰っているのっていう人いると思うんですけど、やっぱ災害になると、ストレスが半端ないんですよね、やっぱ。もう人間でもそうなので、ワンちゃん猫ちゃんも相当ストレスを感じるわけですよ。地震にあった恐怖とかね、今後の不安とかもある。そういう感情、人間が感じた感情もワンちゃん猫ちゃん映るので、気持ちがやっぱ映るので、大体相当不安、パニックになって、だから食欲が落ちるんですよね。だから食べなくなるんですよね。で、ウェットフードの方が、柔らかいものの方が食べてくれやすいので、そういう意味でもウェットフードがいいってことと、あとはウェットフードっていうのはだいたい70から80% ぐらいは水、水分なんですよね。だから水分補給になるんですよね。そういった意味でウェットフードはかなりおすすめになります。ただですね、あとはその大事なこととしては、ただこう賞味期限ですね、賞味期限が、あるので、チェックしといた方がいいですね。特にその小分け の, そドライフードとかあると思うんですけど、そういうのって期限が書いてない、大きな方にね書いてあって、その小分けの方には書いてないことがあるので、だからマジックペンとかで、期限、消費期限は賞味期限ですね、書いておいた方がいいですね。でそれから次にですね、フードとかですね、投薬中の、フードじゃない、薬ですね、次薬。薬とかですね、薬とか、常備薬ですね。これも用意しておいた方がいいですね。だから薬はですね、やっぱりその、普段飲んでるようなね、お薬とかあれば用意しておいた方がいいし、あとはその、やっぱりその災害に遭うと、ストレスで下痢することとかもありますんで、そういう、まあ、常備薬なんかも用意しておいた方がいいですね。で次に、首輪とかリードとか、あとキャリーバッグとかですかね、も用意しておいた方がいいですね。キャリーバッグとかですね、こういうのが、これクレートとかっていう、この今画像で映ってると思うんですけど、これはクレートって言って、こういうのだと、まあ、災害時に、こう、ワンちゃんがね、入っておけるので、安心できたりも結構するので、まあ、用意しておいた方がいいってことと、あとはですね、ちょっと見えづらいか。こういうこういうキャリーバッグって言うんですけど、こういうのだと、飼い主さんが肩にかけて移動できるので、まあ、こういうのなんかもあると、どっちかでね、用意しておいた方がいいかなって思いますね。あとは、首輪とかリードとかもね、用意しておいた方が、猫ちゃんもそうですね、首輪とかね、リードですね。これも用意しておいた方がいいと思います。首輪とかリードとかはね、壊れることもあるので、まあ、複数用意しておいた方がいいですね。
あのね、特に猫ちゃんなんかパニックになりやすいので、だからあのそういった意味でもその首輪とかリードとかはね、あのつけれるようにしといた方がいいですね。普段からですね。その災害でパニックになって逃げてしまったりとかしやすいので、あの首輪とかリードでこう制御できるようにしておいた方がいいと思います。それで普段からあのつけれるようにねしておいた方がいいかなと思いますね。それから次トイレですね。トイレなんかもその猫ちゃん用なんかだと、あのワンちゃんもね、あの当然ペットシーツとかね、ピットシーツでおしっこできるとか、まあ、そういうもろもろ飼い主さんがあの普段使っているようなトイレのそういうやり方で必要なものはね用意しておいた方がいいってこととか、猫ちゃんだったらね簡易トイレとか折りたたみできる、こう折りたたみができるようなものとかあの用意しておいた方がいいですし、あと猫砂ですね。まあ、固まるタイプの方がいいと思います。その方がそのトイレシーツもいらなくなったりとかね、あのしやすいので、あの荷物はね減らすことができるので、あのこっちの方がいいですね。それから匂いが出ないような袋ですね。そういうの売ってますので、あのやっぱ災害時いろんな人と一緒に生活することがあるかもしれないんで、匂いが出ない方がいいですよね。それからあの汚れを拭き取るためにあのウェットティッシュですね。もう用意しておいた方がいいです。それからですね、あの次にペットの情報ですね。ペットの情報、ワクチン接種とか、ワクチン接種してますよとか、あとはそのどんな病気にかか、既往症ですね。そういう履歴であったりとか、まあ、今飲んでる薬とか、まあ、かかりつけ医とか、あとマイクロチップですね。今だったらマイクロチップつけてる方も多いと思うんで、逃げた時にあの分かるので、証明書ですね、証明書があると思うので写しですね、こういったものなんかはあった方がいいでしょうと。であとはその、もしであの災害でこう避難先でペットがその場でいられなくてどっかで預かってもらわなきゃいけないってことがあったら、あのワクチンの証明書とか飲みだにの予防しないと受けてくれないとこってあるので、さっきも書きましたけど証明書とか、あとは飲みだにですね、予防なんかこういうのをしといた方がいいかなと思います。それからあの写真なんかもあるといいですね。スマホに入ってたらいいですね。これあの飼い主さんと一緒に写ってるやつ、それはあのワンちゃんに猫ちゃんが逃げた時にあなたが飼い主だってことの証明になるので、まあ、あった方がいいですね。それからあとはその夏だったら、まあ、冷却、夏だったら、まあ、冷やせるものですね。あとは冬だったら、温めれるような、なんかあのがあるといいですね。例えばカイロとか北海道とかね、ブランケットとか、冬だったら、夏だったら瞬間冷却パックみたいなのがあるといいですね。それからあの靴下なんかもあるといいですね。あのペットが履けるような靴下、やっぱガラスとかで怪我するかもしれないんで、そういうのがあったらいいですね。あとはその、まあ、ケージとかね、あのそういうのが壊れた時のために補修用のなんか補修用のものとか、なんかカッターとか、カッターですね。とかそのガムテープとか、
こういうのもあるといいですね。まあ、以上ですね。結構長くなりましたけども、まあ、本当災害っていつ来るかもわからないので、こういった今説明したようなものだけでも少なくとも用意しておいて、で災害が起きたらすぐにその持ってね、避難できるようにしておきましょう。以上、この動画参考になったよという方はね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。